アキラッチのスカッと皇室。上皇様90歳誕生日おめでとうございます。愛子様中世の和歌の論文提出おめでとうございます。ヤフコメに同級生らしき人が出没しました。悠仁様の疑惑のトンボ論文よりも内容量でも勝っています。紀子様の博士号論文はただの報告書です。菅野しおりさん女性天皇へ男子産む環境に送り出す親なんていませんよ。はい、どうもガチです。なんかね、昨日まあアンケート取りましたけども、意外となんかラジオ感覚でね聞いてる人が多かったんですね。まあ、40% ぐらいがラジオ感覚で聞いててね、でまあ 23% ぐらいが画像をね差し込んだりとか、まあ、そういう時だけ見てるよって感じで、まあ、それだけでまあ 63% がいたんですね。でまあテキストを見ている人が 37% ってことで、おそらくまあテキストを見ながらもね、まあ、音声も聞いてるわけだから、まあしばらくちょっとまあテキストなしでやってみようかなって感じですね。ちょっとまあこのチャンネルのね、まあ、アクセスが少ない原因として、まあこのテキストをまあ前面に出しちゃってるんでね、まあ、このチャンネルがもしかしたらまあ YouTube の AI の判断でなんかその画像のねスライド動画って感じで認識されてアクセスがない可能性があるんですよね。まあこれはね AI が判断してるんでどうしようもないんですけども、まあ、その辺でテキストをまあなくしてみるっていうのを実験的にやってみようかなって感じで、またね全然まあダメだったらまた戻したりとか、まあ、考えたりとかもしてるんで、とりあえずまあこれでね一旦やってみようかなって思います。まあ、一番のね目的は多くの人に見てもらうことが目的なんで、いろいろとね、まあ、試してみながらやっていこうかなと思います。まあ、それで今日からはね基本的にまあ1本の動画を少しね長めにやっていこうとも思います。テキストだったらねどうしてもこの読み上げる感じになっちゃって、なんかこのラジオ的じゃなくなっちゃうというかね、まあ、そういった部分があるんで、ちょっとまあその辺もね読み上げじゃ表現できないところもね、まあ、なんかやっていけたらって感じで思います。まあこのね読み上げだったらね、まあ、このね、まあ、なんかこのとかそんな発言とかないですよね。まあ、これがね生の声っぽくなればいいなって感じで思ってます。今日はね上皇様が90歳の誕生日を迎えられましたね。まあ、記録が残るね歴代の天皇で90歳を迎えるのは初めてだってことですね。まあ、昔はね130歳を超えた天皇も、まあ、古事記とかにね書かれてますけども、確かな記録としてはね90歳を迎える歴代天皇は初めてだってことですね。まあ、なんかねその国語の教科書は認知症とかで、まあ、これはなんか美智子様のねアピールっぽい感じがしますけども、まあ、この将棋に関してはねちょっとまあ藤井聡太さんに影響されて、まあ、上皇様がね、まあ、本当にまあ楽しんでるのかなって感じがしましたね。ただまあこのハゼの研究とかも、まあ、なんかちょっとまあ怪しいですね。毎週2日もね、まあ、この、まあ、皇居にね来てる設定ということで、まあ、水曜日と金曜日ですかね。だからまあその愛子様の誕生日も金曜日だったんで、まあ、皇居にね来てたんだったらそのついでにね挨拶でもよかったんですけどね。しかもまあ昨年の12月9日は金曜だったんですよね。だから まさにね上皇ご夫妻が雅子様に、まあ、この誕生日のね挨拶で行けばよかったですよね。だからまあ言ったらまあその上皇様がね一旦まあ皇居に来てから戻ってからね雅子様がまたまあ上皇ご夫妻に挨拶に行ったところでしょうね。ちょっとまあこの辺がね、まあ、おかしいというか、だからまあこの辺もね多分まあハゼの研究とかも、まあ、嘘がまあ濃厚って感じがしますよね。まあ、一応のこのね論文を再検証ってことも書いてたんで、まあ、この辺でまたねまあなんか発表とかをしたいんでしょうね。ちょっとまあ怪しい感じがしましたね。まあ、ちなみにね上皇ご夫妻のお住まいにもハゼの水槽が壁にね埋め込まれているということで、まあ、これはその知人のね証言とかで書かれてました。だからまあこれはまあ美智子様が上皇様のことを思ってされたのかもと、まあ、感じましたってことでね書いてたんですよね。まあ、なんでそう思ったのかね不思議ですけどね、まあ、壁にね埋め込み型の水槽ってことで、まあ、すごい金もかかりそうですけども、ただそれはまあ美智子様のおかげって感じで書いてるところで、まあ、持ち上げたいんでしょうけども、なんかねまあ気持ち悪い感じがしましたね。それとまあその平和への思いでね終戦記念日とかそういった日にまあ黙祷ってことですね。まあ、これに関してはまあ天皇皇后両陛下と愛子様もね毎回されてますね。ただまあ昭島家に関してはね毎回この日に黙祷されてないんですよね。まあ、これはその宮内庁のねスケジュールで確認できますけども、まあ過去を遡ってもね、まあ、天皇ご一家は黙祷されてるんですよね。でも昭島家に関してはね黙祷されてないですね。まあ、一応ね地方公務とかでは謝礼とかあればパフォーマンスとかで慰霊とかはねしますけどね。まあ、ちなみに愛子様が卒業論文を提出されましたね。しかも A4 用紙を数十ページも書いてあるんですね。まあ、かなりね頑張ったんでしょうね。まあ、テーマが中世の和歌っていうことですけども、締め切りのね12月20日に提出されてますね。まあ、この辺がなんかその愛子様らしいですよね。ギリギリまでね論文をこの書いて、まあ、研究された感じが伝わってきますよね。まあ、中世の和歌をね調べるってことで、まあ、このはっきり言ってねいくら調べてもこの終わりなんかない世界ですからね。まあ、その中でこのギリギリまで、まあ、頑張ったところはねなんか愛子様らしいというか、まあ、最終日に論文を提出ということで素晴らしいですね。まあ、具体的にはね論文のタイトルは分かってませんけども、まあ図書館とかでもね資料集めたりとかしてたみたいですね。でまあ天皇陛下もね一生懸命書いてましたよということで、まあ、関われてましたけどね。まあ、これがまあその愛子様の勉強熱心なところが伝わってきますよね。学校に行ってね放課後とかにも書庫とか図書館とかにもね立ち寄って資料を集めてすごいですよね。
愛子さまに関してはね、まあ高校の卒業の時ですかね、まあ、レポートで源氏物語とか爆弾の創始を読んで、平安時代のね犬や猫と、まあ、人間の関係ですかね、まあ、これを書いてましたよね。なかなかまあその独自のレポートって感じで、あまりまあ人がね思いつかないような視点とかで書いてますよね。まあそれだけにね、今回のまあ論文のね、卒業論文のタイトルとかも気になりますね。まあ先月もね、天皇皇后両陛下と大和絵のね特別展を鑑賞されてね、まあこれ熱心に質問をされたみたいなんで、まあもしかしたらね、今回の卒業論文にもそのことについてね書いてるんでしょうね。まあ一応まあ提出はね終わりましたけども、この後にね、まあ、口述試験とかもあるようですね。まあこれでね落とされることはないんでしょうけども、まあ、この口述試験で、まあ、おそらくこの不正がないかとかのチェックでしょうね。不正してたらね、まあ、この口頭とかで質問されても答えれないですからね。まあ今とかやったらまあチャット GPT とかでね、まあこの不正とかしてる人も増えてきたんでしょうね。だからまあそういったチェックですね。まあちなみにね、ヤフコメの方にはどうもこの学習院で愛子さまと同じクラスなのか、まあこの詳しくね、書いてるコメントもあって、ちょっとまあ気になりました。まあこれがね、同級生と思われる、まあコメントのね、あれですね。まあこのね、愛子さまはね、まあ、原稿用紙約まあ50枚で2万文字ぐらいのまあ卒業論文を書き上げてね、まあ担当教授に提出ってことでね、書いてますね。でまあ、それでね、3年生の後期から論文のテーマをまあ決めてね、まあ、この取材のメモを取って、まあ、国立博物館とかね、宮内庁の、まあ、資料部とかね、いろいろ資料を読んで、まあ、書いたってことですね。で、この中世の鎌倉からね、室町時代の武家社会における、まあ、武士と公家の、ね、人たちが読んだ和歌に触れて、当時の人たちの教養を感じたってことで、まあ、これがね、おそらくまあその今後の歌会始めとかにも役立つかなってことですね。まあ、結構まあこの辺がね、詳しく書いてますよね。あんまりこの中世の鎌倉から室町時代の武家社会におけるとかね、なんかこの辺の書いてるところが、まあ、これがね、なんか本当になんか同級生っぽい感じがしますよね。まあ、これ見てね、なんか同級生かなって感じで感じましたね。まあでも本当にね、まあ来年ですね、歌会始め、まあ、これが愛子さまが出席するのかね、まあ歌はね、発表されるんで、それが楽しみですね。まあ、ちなみにね、学校は、もう昨日ね、年内の授業を終えて冬休みに入ったようですね。学校ね卒業されてから大学院なのか留学なのか、まあ、それともね単独公務でどんどん活躍するのか、まあ、どっちにしてもね楽しみですね。まあそれにこの愛子様の場合はね、なんかこの一貫性がありますよね。なんかこの小学校の時もね藤原道長でしたかね、まあ、それに関してまあ発表してましたよね。でまあ中学校の時は、まあ、確かまあ世界平和でしたかね、ちょっとまあレベルがね異次元ですけども、まあすごすぎるって感じでね、まあ、それでまあ高校生でもね、まあ、さっきのまあ動物と人間の関係って感じで、それもまあ平安時代のことですね。まあ、この辺でまあその一貫されてますよね。まあ、この辺がね、悠仁さまに関すると、まあ、トンボがね、好きな設定ですけども、まあ、その割にはね、稲とかね、恐竜とか、いろいろまあ設定変わったりとか、まあ、小学校3年か、ね、4年の時には、なんか信号機の模型とかね、出したりとか、翌年もね、信号機のミニチュアかなんか出してね、なんか信号機に興味があるみたいな感じの、あれはどこ行ったんですかね。で、まあ、稲とかトンボに関してもね、最近の設定ですけども、まあ、これに関してもなんかね、暑い時期に外にいるのに、肌が焼けてないですよね。まあ、真っ白って感じでね。で愛子様に関してはね、まあ、この2万文字の、まあ、論文ってことなんで、まあ、それが本当だったらね、悠仁様の論文よりもすごいですね。悠仁様の赤坂御用地のトンボ像に関しては、大体まあ1万8000文字ぐらいですかね。で、そこにまあ写真とかが、写真とかグラフとかがね、まあ、書いてる感じで、まあ、文字的には愛子様の方がすごいですね。まあ、そこにね、専門的なことをずっとまあ書いてるわけだからね、愛子様の場合はこのね、卒業論文だけでも白紙を与えてもいいレベルかもわからないですね。まあ、悠仁様に関してはね、まあ、この死んでると思われるトンボの写真とかも、あったりとかね、いろいろとまあその疑惑とかもありますよね。まあ、ちなみにね、悠仁様のトンボの論文よりももっとひどい人がいますよね。まあ、それがまあ紀子様ですね。まあ、紀子様の結核に関する論文ですね。紀子様は2013年に結核予防に関する論文を書いてますけども、まあ、大した、ね、内容じゃないのに博士号も取得しますね。まあ、このメンバー限定では全て公開してね、解説してますけども、まあ、とにかくね、ひどいですね。まあ、このチャンネルでもね、2回ぐらいは過去にやってますけども、まあ、一応まあチャンネル内でね、紀子様論文とか検索したら出てきますね。まずこの論文ね、まあ、9ページしかないですね。そして1ページ目はね、まあ、半分ぐらいが、まあ、こんな感じで書けますよってことで、そういった記述ですね。で、まあ、最後の2ページは、まあ、文献とか引用とかね、謝辞ってことで書いてますね。まあ、このね、謝辞がひどいですね。何が書いてるかっていうと、この論文はね、まあ、学会で発表したもんですよって感じで書いてるんですよね。まあ、ちなみにね、それが、謝辞の部分だけ見せると、これかな。これですね、ちょっとまあ見にくいですけども、まあ、ここにね謝辞って感じで、まあ、最後の2ページ目の 8枚目ですかねに書いてるのが、まあ、この謝辞で、まあ、謝辞の後はね全部、まあ、参考文献とかそんなことね書いてるんですけども、まあ、本研究の調査は結核予防と全国結核予防婦人団体の連絡協議会ということで、まあ、これがね結核予防婦人会ってことなんですけども、まあ、そこがね協力して行う活動の一つとしてね、まあ、実施ってことで、でまあ本論文は2012年9月の日本心理学会第76回大会における発表を元にねまとめましたってことが書いてますね。
だからまあその第76回大会の心理学会のね内容をまとめただけってことですね。で、まあ、調査にねご協力いただいた計画予防婦人会の会員とか関係者とかね、まあ、2つのね女子大学の学生と関係者にお礼申し上げますってこと で調査をね実施してまとめるにあたりご尽力いただきました計画予防に携わるね皆様に感謝ってことで書いてますね。だからまあその大会の内容をまとめただけですよね。ここでも紀子さまが発表してないわけですね。まあ、この論文の内容を、まあ、紀子さまが発表してないというか、まあ、そもそも論文ちゃいますよね。発表内容をまとめましたってだけなんでね、それをなんかレポートなのに論文としてね、まあ出してるわけですね。まあ、自分でね、調べたわけじゃなくて、学会とかで発表された内容をまとめましたってことね。だまあ普通にまあ仕事とかでね、そういったまあ学会とかに行く人もいるんでしょうけども、当然まあそういった感じで学会とかに行ったら、まあ、どんな感じだったかね、まあ、簡単にこの上司とかにレポートとかもね、書いたりとかしますよね。まあ、報告とかね。そのレポートが論文ってことになっていて、しかもね、それでまあその博士号を取得したわけですね。どうせまあこのレポートもね、うん、書いてないだろうし、学会で発表された内容とかをまとめましたって感じでね、書いてるんで、論文じゃないですね。まあ一応このね、このお茶の水の女子大学の、この時はね、名誉特別研究員って感じで、そういう設定でしたけども、結果この研究に関わってますよってことがね、言いたかったんでしょうね。まあそこにね、勝手にまあ箔付けをしたんでしょうけども。まあそれね、普通にこの論文に関しては、結核予防婦人会と女子大生にアンケートしてね、まあそれをまとめただけですね。内容に関してもね、女子大生と結核婦人会のメンバーでは、どっちがね、結核の知識について詳しいかとかね、まあそういったこととかもね、やってるんですけども、やる前からまあ答えがね、分かってますよね。当然まあ結核婦人会の方がね、結核についての知識とか詳しいですよね。まあやる前から分かってるような調査ばっかりね、やってますからね。でまあこの結核なんだからね、別にこの女性に限定する必要はないんですけども、男性にはね、まあアンケートとかゼロですよね。まあ結核婦人会と女子大生なんて、どう見ても女性だけですよね。で、一応まあそのちょっとね、調べたら分かりますけども、2016年の結核の患者の6割は男性でね、4割は女性みたいです。だからまあなんでね、女性に限定したのか、意味不明ですよね。でまあこんな調査でね、博士号取得ってところで、まあいろいろとまあその、よう分からないですね。愛子様はね、まさにこの一貫してて素晴らしいけれども、マキシム家はね、まあ、この箔付けっていうのが分かりやすいですね。まあそういえばね、眞子さんに関しては、論文がなんか出てこないですよね。なんか修士号かなんか取った、博物館学ですかね。まあ論文が探しても出てこないし、まああれもね、怪しいしね。マキシム様に関してはね、まあ一応まあ論文とか書いてるんでしょうけども、あれもね、ゴーストで、しかもそれでね、タイの方で、まあそれがね、評価されてみたいな感じでなってますよね。ちなみにね、女性セブンの方に、元国会議員の菅野志織さんの記事が書いてましたね。まあ、国会議員の時のね、山尾志郎さんの方が名前がね、有名でしょうけども、女性天皇への議論が深まる時だってことでね、書いてますね。今年の11月には、岸田首相の直属で安定的な皇位継承の確保に関する懇談会が開催されたわけですね。まあ、ようやくね、まあ、この皇室典範改正に向けて動き出したんかなって感じではありますけども、まあ、まだね、怪しいですけどね。ただ、来年の初めにもね、やるみたいな感じで言ってますよね。もともとはね、2017年に上皇様がね、生前退院されることを受けて、皇位継承にまつわる課題はね、先延ばしができないとして、付帯決議として決まったわけですね。で、まあ、ここでね、速やかに検討して報告するように政府に求めたわけですね。ただまあ、宗教政権やからね、まあ、議論全然せずに。で、まあ、悠仁様もね、年齢を重ねられて、愛子様も結婚ができる年齢になったわけですね。まあ、それでね、まあ、この問題の核心に関しては、天皇陛下の皇位継承だってことですね。今の皇室典範だったらね、断固なしになっていて、次世代の皇位継承者が、まあ、悠仁様しかね、いませんよね。で、このまま当然も何もね、対策しなかったら、間違いなく皇室は終わっちゃいますけども、まあ、そこでね、まあ、どうやってこの皇室典範を、まあ、改正するかってことですね。もう改正しないとね、いけないことはもう分かってるわけですからね。で、まあ、国民からね、支持が高いのが女性天皇ですね。まあ、さらにね、女性天皇とか、母方から受け継いだ女性天皇でね、女系天皇ってことですね。このまま女性女系天皇を認めるのか、それともね、男系男子にこだわり続けるのかっていうね、分岐点になってるわけですね。まあ国民の声としては、女性女系天皇を支持する声っていうのはね、7割以上あるわけですね。まあ女性天皇だけやったらね、8割以上で、女系天皇も含めたら7割以上って感じですね。ただまあ国会議員の中には、男系男子を支持する議員が、まあ逆にね、多いわけですね。まあ自称保守派の議員はね、支持団体が男系男子にね、固執してるんで、まあこれがまあ支持者の意見に流されてね、男系男子を主張してるわけですね。まあこれがね、今まあ話題になってるパーティー券とかも、男系男子の人たちがね、購入してくれてたら、まあ考え方もね、男系男子になるしかないですよね。で、まあこのね、リベラル議員とか、女性議員も、この問題になるとね、まあ、この沈黙を守って、男系男子をね、強く主張する議員が、まあ実際にはね、少なくても、それがね、多数派のような空気になっちゃうわけですね。ただまあまともにね、話し合ったら、この男系男子派は、負けることがね、分かってるんで、国会とかで議論しようとしないわけですね。でもこのままね、男系男子にこだわったら、皇太子妃が常に男子出産のプレッシャーにさらされるわけですね。だからまあ多くの国民はね、女性女系天皇を認める方向に動いてますよね。男子はもう機械のようなね、結婚を望む女性も現れるのかってことですね。
ただまあ国会議員の中にもね、女性天皇は認めながらも女系天皇はっていう議員は結構いますよね。でもこの女性天皇だけ認めても安定的な皇位継承にはならないですよね。まあ、そういったことがね、まあ、全て話し合って分かった上で2005年の小泉首相の時に女性女系天皇を認めて皇位継承順位は性別を問わずね、第一子を優先するとしたわけですね。この報告書はね、紀子様の解任によって議論がね保留されているだけで、今でもね適用するんじゃないかということですね。だからまあ国会議員はね、責任持って世論を巻き込んでね、皇位継承の安定のためにどんな法改正が必要なのか積極的にね議論をしていくべきだということですね。まあ、来年初めにはねやるみたいですけども、まあこれがねどうなるかですね。来年はこの懇談会の議論をもとにね、各党が意見を取りまとめて合意形成してね、法案化に向けてやっていくことをね、まあ、期待ということですけども、まあ、ちなみにね、皇位継承のあり方に関しては与野党で意見交換が19日まであったようでね、まあ、来年の通常国会で各党による議論の場をね設置をしたい意向ということですね。一応維新のね藤田幹事長も議長から来年の国会で各党による意見をね持ち寄るようなアクションにつなげたい意向もあったと述べたみたいですね。まあ、それでね、立憲民主党の野田議員もなるべく早くね党内で意見調整をしてほしいという要請を記者団に語ったようですね。まあ、このね立憲民主党の考えがよくわからないですよね。泉代表は団結なしの考え方だけども、今回のね野田議員に関しては党内で意見調整をと訴えたわけですね。実はこの野田議員に関しては以前はね女性三宅の案を出したりとかしますよね。まあ、でもねこの時にはね女性三宅の党首は年齢順で眞子さんからみたいな感じでなったと思いますけどね。ただまあ実はね、野田議員に関しては令和4年1月に座談会として文春でね、愛子天皇は実現するのかっていう議題について話し合ったようですね。元内閣官房副長官の古川氏と東京大学の本郷教授と野田議員で、まあ、皇位継承のね問題について話し合ったみたいですね。結構なんかいいことね書いてるみたいで、やっぱりね団結男子による皇位継承は根本的な原因があるとね指摘をしていて、即位制度がなければ続かないかと、まあ、理解してますね。このままではね日本から皇室がなくなっちゃうとね危機感を訴えてます。さらにね、悠仁さまの結婚相手に関しても必ずまあ男子をね産めっていう環境で結婚をね考えなければいけないわけですね。だからまあ相当なね精神的な負担とかもあるわけですね。まあ、それにね自分の娘をそんな環境に嫁がせようっていうねする親御さんがいるのかってことですね。まあ、そんな環境にね娘を送り出す勇気は出てこないはずだってことですけども、まさにねその通りですよね。まあ、さらにね女系天皇についても触れてますね。野田氏もね過去に現象天皇は元明天皇から継承して唯一の女系天皇と主張する人もいればね、男系論者は父が日下部の皇子で男系女子だとね主張する人もいるわけですね。まあ、逆にね裏を返せば万世一系で126代ずっと男系男子で続いてきたってね主張に解釈を差し挟む余地があるということだってことですね。まあ、そしてね旧宮家の子孫の功績取得に関しても小泉首相の時にねすでに話されていて、まあ、この案をね取らなかった最大の理由は団結男子に限る限りはね同じ問題に突き当たるわけですね。だからまあ安定的なね皇位継承の問題解決にはならないわけですね。まあ、それにね養子縁組に関しては生まれた時からね民間人の人がいきなりね、まあ、皇族ってことを言っても受け入れられないですね。当然まあ皇族たちも納得ができないだろうとですね。まあ、そしてね愛子天皇待望論が話題になってるけども、私はねそれも選択肢だと思うと述べてるわけですね。で愛子様は成人されたのに将来ね天皇になるのか結婚したら民間人になるのか全くね異なる2つの進路がまだね開かれている状況にあって、あまりにもねお辛いと思うと述べてるわけですね。だからまあ国会でこのね野田議員が議論したら立憲民主党も支持率が上がって自民党はね支持率が落ちてね、まあ、政権交代っていう可能性もあるかもわからないですね。まあでもね立憲民主党じゃ厳しいですけどね。ただまあ政権交代でいうとね、泉房穂さんが100億円とね、圧倒的な共感が得られたら政権が取れると言ってるんで、まあなんかね、この辺が大きな仕掛けを期待したいですけどね。まあ安倍派閥がね、今この強制捜査で、まあこの結果がね、なんとかね、大物を逮捕まで持ち込んでほしいですね。まあそれにしてもね、やはりまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったと思う方はグッドクリックをお願いします。このチャンネルでは国会図書館からの独自情報を扱ったり情報満載でやってるんで、よかったらチャンネル登録もお願いします。それとメンバーシップもやってるんでそちらの方もお待ちしております。